さて、今日はワリのキノコ組合の会社のお食事会に我々天然パーマファミリーご招待いただきまして、まあ、今日はですね、レストランに向かっております。運転手は勝くんです。どうぞよろしく。さあやってきました、欅亭です。この洋食屋さんですね、美味しい洋食屋さんにお呼ばれしましたので行ってみましょう。じゃんじゃーん、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、おーすごい。お城のお食事会みたいなテーブルが、わーい、楽しみ。さあ皆さん集合いたしました。ワリのキノコ組合湯沢工場のスタッフの皆さんです。乾杯しましょう。1品目の料理はこれだ、ロールキャベツ。皆さんいただきます。超でかいロールキャベツ、いただきます。いや、美味しい。すごい柔らかい。美味しいね、コトリ。どうですか、アオイさん。美味しい。ね、すごい美味しい。このソースすごい。はい、ちょっと気の利いたコメントをしてもらっていいですかね。グルメリポート。トマトの酸味が。酸味がなんやねん。はい、じゃあ、はい、お手本をね。うまい。まんまやないかい。続いてはオニオングラタンスープ。いやー、一つ一つが美味しそう。てん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 。これレストランでやってるさ、すごい注目浴びんの。のどぐろのおにぎり。おにぎりっていうからおにぎりが来るのかと思ったら、のどぐろが丸っと。うまいどこ食べるの。まずお魚をちょっとほぐして食べてみ。柔らかくて、ズワイガニの子ちょっと食べてごらん。おいしい。激うま。中にご飯。うわー、ほんと。実食いただきます。おにぎりだそうです。いただきます。2枚だよ、のどぐろ。すごいね。うん、いや、おいしい。うまい。魚おいしいね、青。おいしい。幸せ。船。うん。300万。嘘。続きましては和牛サーロインステーキのタコス巻き。食べます。小鳥さん食べた。サーロインステーキタコス巻きいただきます。おいしい。私ももう、ね、このコーヒーだと思うから困ってないから。みんな何だろう、この人思ってなくないから。はい、こちらこそありがとうございました。余ったお弁当食べさせてもらったり。あっという間で、ね、1月の9日に来て、でもう明日が約2ヶ月なんですけど、僕もね、48歳なんですけど、48歳でキャンピングトレーラーに住むとは思わなかったんで。でもあそこの生活は水道もないし、電子レンジもないんですね、冷蔵庫もないっていう、すごいミニマムな暮らしに挑戦していて、豊かさの本質に一回気づくっていうね、すごくいい時間でした。何でも当たり前のように
水道を開ければ水が出る、お湯が出るっていうのがない。トイレに行こうと思ったら30メートル向こうのトイレに行かなくちゃいけない。朝の5時にマイナス4度の中そんでさ、あの大寒波が来た日、朝の5時にドアが氷で凍りついて開かない。そう、いろんな経験を今回ねすることができて、当たり前が当たり前でないっていう生活をすることで、一旦こうね、僕たちってすごく豊かな暮らしをしてんだなってことに気づいたりとか、大事なことに気づいたりとかね、そういう時間も持つことができて、うん、そう、そういうね生活をね体験させてもらいました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。湯沢、最後の夜に花火が見れました。半分の色になってた。ほら、なんか半分の色、めっちゃ嬉しい。まるで見送ってもらってるみたいだ。すごい、でかい。ありがとう、岩っぱら。この湯沢トレーラーライフ、今夜でこのトレーラーに寝るのは最後になります。約2ヶ月間ね、このキャンピングトレーラーの中で寝泊まりしながら天然パーマベースをねやってきましたけども、長かったようで早かったような、もう僕の人生でこんなに長くキャンピングトレーラーで生活することはないかもしれません。なので今夜はね、いろんな思いを噛みしめながらゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。 Good night。 2月26日天然パーマ最後の朝ですね。今回は4台のお客様が来てくださいました。さあ、一晩で20センチぐらいですかね、降雪もありました。すごい。今回はね、大きなキャンピングカーのお客様が来てくださいました。おはようございます。天然パーマベース、本日で営業は最終日となります。さあ、最後のお客様がお帰りになります。この冬も最後の最後まで雪が降りました。天然パーマベースです。ありがとうございました。1月の10日にこのキャンピングトレーラーを引っ張って湯沢に入ってから約2ヶ月弱ですね、キャンピングトレーラーに暮らすという新しいスタイルで湯沢暮らしっていうのを実現しました。ここを拠点に週末天然パーマベースっていうね、車中泊スポットのサービスを始めたことで、毎週たくさんの方にご利用いただきまして、延べ、10組約ね30名ぐらいの方に利用していただきました。本当にありがとうございました。またね、次の冬もこの湯沢に来れるように、そしてまた何か湯沢で皆さんにねサービスを提供できるようなことを考えていますので、これからもぜひ応援の方よろしくお願いします。結局は自分がいたい場所に自分の暮らしを持ってくるという、すごくシンプルなことをしてるだけなんですけども、そういう暮らし方、働き方ができるっていうのも今の時代の本当に恩恵だと思っています。だから僕のように小学生2人を子育てしながらでも大好きな場所に暮らすっていうことはできるので、これからもこういうライフスタイル、ワークスタイルをどん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 取り入れて、次のね挑戦にまた向かっていきたいなと思っています。ひとまず天然パーマベースアット湯沢は
本日で終了いたします。ご利用いただいたたくさんの皆様、本当にありがとうございました。そして、クラウドファンディング等々でね、応援してくださった皆様、本当に本当にありがとうございました。来年もね、このサービス継続できるように頑張りたいと思いますので、ぜひ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、それでは、2ヶ月ぶりですね、エースケとそれから天然パーマベースを接続したいと思います。え、微妙？もうちょっとほらね、え、後ろ、ほらねって、じゃあ前指導しろよ。いや、美味しいんでさ、カジャがストップってよ、もうちょっとしてたの、カジャ。はいはい、うん、なるほど、はい、聞こえてる。ひどい息子。いいよ、はい、あ、行き過ぎ、もうちょっと前、お、もうちょい後ろ、 OK。いいんじゃないでしょうか。あ、よかった。じゃあ、それでは行きます。チャカチャンチャンチャカチャンチャンチャン。おー、いいね、ドンピシャ。いや、え、あ、いいか。あ、いった、来ましたね。え、これ何ヶ月ぶりにつける？2ヶ月ぶりですと。あ、ここに持ってくる以来。そうです、ここに置いてからずっと。よいしょ。はい、これカプラー、うん、緊急用ブレーキね、緊急用ブレーキ、うん、うん、いいでしょう。そして、ブレーキを、よし、オフ。そしてこっちですね、こっちは。よいしょ、よいしょ、よし。久しぶりのトレーラー運転、ね、ちょっとね、運転なんでね、よくチェックしてやってますね。よし、いいでしょう。お待たせしました。準備が整いました。作り、刺繍で、かっこいい。はい。ほいの。部長、2ヶ月間でした。はい、本当に。もう、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。まず、天然パーマベースの1年目が無事。完了することができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。やっぱね、俺ね、この2ヶ月間はね、会長と一緒にいた時間がね、一番
思い出に残りました。特にあのいつもね助手席に乗っていっぱいお話聞かせてもらうのが楽しかったです。私ももらい泣きしちゃう。ありがとうございました。また、はい、あのまたお世話になりに来ると思います。引き続きよろしくお願いします。ありがとうのご挨拶お願いします。葵から、ありがとうございました。はい、すみさん、あのもう数えきれないぐらいご飯をごちそうになったりとか、あちらの家にも泊まらせていただいて、すごく寂しい。ありがとうございました。さあ、そういうわけで天然パーマフェイスインユーザーは本日で営業、2023年冬の営業を終わりにしたいと思います。おしまい。おしまい。バイバーイ。それでは会長、またねー、またねー、バイバー。楽しかった。もうそうね、湯沢を出るときは寂しい気持ちになっちゃうね。根性の別れじゃないんだけどね、やっぱり第二のふるさとだからね。とか言って来週来ちゃったりして。おいとちの大好きな湯沢、また来るよ。はい。よりによって雪ですよ。パウダーですよ。はい。夜中さとすごくいいんじゃないでしょうかね。湯沢小学校、バイバイ、湯沢小学校、ありがとう、大好きだよ、湯沢小学校。湯沢も最後は僕たちを猛吹雪で見送ってくれました。パウダー大好き家族、また湯沢に戻ってきたいと思います。それではまた天然パーマの動画をお楽しみに。バイ。That father is 10 and permed!